今回お邪魔するのはこちら、飛島建設株式会社です。創業およそ140年の歴史を持つ老舗企業なんですが、今デジタル技術を用いた新たな事業を着々と展開しています。ということで、その取り組みについて詳しく探っていきたいと思います。建設会社の枠を超え進化する飛島建設株式会社、東京都港区に本社を、そして千葉県野田市に技術研究所を構える飛島建設株式会社。代表取締役社長の則京正弘さんにお話を伺います。ではまずは飛島建設の歴史から教えてください。1883年明治16年ですけれども、福井県で飛島文次郎さんがですね、初めて土木の請負業をやったところから始まっております。ものすごい歴史のある会社なんですね。そして伺いたいんですが、はい、その土木事業の中で実績としてはどういったものがあるんですか。まあ、皆さんご存知の土木の事業としましては、羽田空港、それと青函トンネル、東京の縦貫道、アクアラインですね、まあ、この工事も行っております。どれも私でも知っているような有名なものばかりでした。はい。その他、飛島建設の代表的な実績の一つとして、現在の上野駅、東北新幹線ホームの工事があります。在来線の地下に大規模な掘削を行う難しい工事だったそうです。ちなみに千葉との関わりでいうと、どういったところがあるんでしょうか。千葉には、当社の技術研究所がまずございます。それと、我々のグループ会社に杉田建設株式会社というのがございます。はい、杉田建設さんがですね、後継者、後継ぎさんがいないということで、グループ関係を結んでおります。杉田建設としては、グループ企業に加わることで後継者問題の解決ができ、飛島建設としては営業エリアの拡大につながっています。そんな飛島建設では、今新しい挑戦に取り組んでいます。現在ですね、中期5カ年計画っていうのの2年目に入っております。でその3本柱が土木、建築、スマートソリューション事業です。現在飛島建設では、顧客に新たな事業を提供していくという意味を込めたニュービジネスコントラクターをコンセプトに新事業に取り組んでいます。その柱となるのがスマートソリューション事業。これは飛島建設が土木と建築で培ってきた技術や知識をさまざまな分野に応用し、新しい事業を生み出す取り組み。飛島建設はこのスマートソリューション事業により、日本が進める仮想空間と現実空間を融合させた社会、ソサエティ 5.0 の実現を目指しています。スマートソリューション事業、なんだか新しいなっていうのが名前からも伝わってくるんですけれども、具体的にどういった事業のことなのかって教えていただいてもいいですか。スマートソリューション事業では、まあ、再生可能エネルギーの事業であるとかですね、アクアエンジニアリングといいまして、例えばダムに溜まっている水の水質を改善するような事業、それと IoT プラットフォームということで E シリーズというのを作ってるんですけれども、まあ、そういう今まで建設会社がやってないようなことも始めております。 E シリーズ。 E シリーズとは IoT を利用した新たなサービスで、現在3つのシリーズを展開しています。その一つ目が、さまざまな機能を備えた宅配ロッカー e-box。 一般的な宅配ロッカー機能に加え、食品を販売する自販機能も装備しています。また災害時はロッカー扉が自動開放し、非常食として食品を提供するようになっています。二つ目は、従業員の効率的な管理を行う e スタンド。作業スタッフの入退場管理や、新しく入ったスタッフへ映像による業務内容の説明などを行える機能を備えています。飛島建設社長の則京正弘です。また EC サービスにも対応しており、昼食の弁当や工具を端末から注文し、
現場まで届けてもらうこともできます。キャッシュレス決済に対応しているため、現金を使わずにスムーズに会計を行うこともできます。そして3つ目が、自動翻訳機能がついた多機能ハンズフリーシステム eSense です。こちらはその eSense を実際に導入しているという現場。一体どんなものなのか体験をさせていただきました。大堀さん、これが eSense？ こちらが eSense 本体になってまして、はい、反対側にあるのはバッテリーになってます。あ、このセットでウェアラブルを成立させるということでございます。私もっと大きい機械がついてるのかと思ってました。もう今ここまで小型化軽量化が進んでる機械になっております。はい、でこれをつけるわけですね。そうですね。軽い。もうほとんどヘルメット以外に何かつけてるっていう感覚はないですね。ないですね、はい、ただこの目元にこの機械があるんですけど、はい、この機械はですね、まずこの前に自分の見てる景色を映すカメラがついてます。はい、それから、ちょうど内側潜水さんの方に向いてちっちゃなモニターがあると思うんですけども。見えた。はいはい、はい、私が喋ってる内容が文字になってこうやって出てくるんですけど。そうですね、今それぞれこれを装着されてる方が喋った言語はきちっとテキストという、まあ、文字になってそこに表示されまして、はい、それからさらに記憶もされていきます。あ、へえ、はい、それを今度自動的に例えば報告書とかにも展開していく。そうするといろんな意味で省力化が図れますんで、はい、生産性の向上っていうところにつながると。こちらの eSense 最大15名までリモート接続でき、喋る内容がテキストで記録されるだけでなく、英語やベトナム語などへの翻訳が可能。日本語の通じない外国人とのコミュニケーションをスムーズに行うことができます。現在は英語とベトナム語に対応しておりますけれども、130カ国の言語にも対応できるように進めております。それとまあ通常の翻訳と違うところは、建設業の専門用語にも特化しているというところが特徴になっております。まあ、例えば現場では物を運ぶ一輪車っていうのがありますけれども、これのことを建設業では猫って呼びます。英語で普通で訳すと猫持ってきてって言うと、キャット持ってきてっていうふうに向こうには伝わるんですけれども、 そこのところを前後の文脈から、あ、これは猫ではなく一輪車だねというところを読み取る、まあ、そういったところを今学習 AI によってどんどん覚えさせてできるようにしていってるというふうな取り組みをしております。すごい。さらに接続している人同士で画面共有もできるため、相手が見ている景色をモニターを通じて見ることもできます。この機能により工事現場ではこれから大きな変化が起きるといいます。工事の場合どうしても検査っていうのがございまして、検査員っていう方が来られて現場を見てもらって、でそこで確認したらまた次のステップに進むっていうような手続きがあるんですけども、検査員の方も忙しいんですね。そうした場合に別の場所でもうこのカメラを使って現場を臨場していただく、そういったところにこれからは役立てていけるんじゃないかなというふうに思っております。今後、はい、やっぱりこの eSense っていうのは現場でより活躍していきそうですか？例えば現場での災害ですとか事故っていうのは起きた時のその生の状況ってなかなか皆さんわからないんですよ。で、後で検証も難しいんですけれども、こういったものを装着していますと事故の前後の状況が全て記録に残ります。それによって事故の原因究明につながったり、あるいは今後の安全対策の方策を検証するのにも役立てられるというところが非常に大きな役割を果たしていくと思っております。なるほど、様々な機能がこの eSense に備わってるんだなっていうことが分かりました。そうですね、まあ、これは建設業のみならず、はい、まあ、他の産業の方にも応用転用が効くものだと思っておりますので、うん、まあ、今後はそういったところにも結びつけていければなというふうに考えております。これはすごい発明ですね。ありがとうございます。飛島建設ではスマートソリューション事業以外にもぶっ飛島プロジェクトと題し、ベンチャー企業と新事業を作り出すプログラムを推進しています。ま
ぶっ飛び島ですから、今までの飛び島ぶっ飛ばし島へというような意味なんですけれども、はい、まあ、何か面白い提案をくださいというふうに発信したところですね、まあ、一次予選二次予選っていうのがありまして、現在2つの会社さんと最終的な実験までやってですね、実用化に向けて進んでおります。そのうちの一つはですね、人間の行動をですね、まあ、いろんなジャイロとかこういう傾きとかというので、この人いつもと違う動きをするしてますねとかっていうのがサインで出たのにですね、今日はちょっと危ないんじゃないのとかっていう安全面に使えるような装置の開発もしております。土木事業、建築事業に加えて最新技術を駆使した新しいビジネスにも積極的に挑戦している飛島建設。若手社員たちは飛島建設がどんな会社だと感じているのでしょうか。皆さんに伺ってみました。飛島建設ってどんな会社だなと感じていらっしゃいますか。建物を建てていくっていう仕事になりますので、だんだん建物が建っていく姿を見ているとやりがいがあるなっていうのを感じます。私にとって飛島建設は日本人の優しさや温かみを感じられる場所です。最初に入った頃は結構大変だなと思っていたんですけれども、やはり皆様も優しいし、先輩たちも優しいんで、所長も優しいんで、それで職人さんたちも自分が困ってる時も助けてくれるんで、それでやっぱり超えられましたね。飛島建設は常に若手の意見を積極的に取り入れてくれて、時代に合わせてアップデートしていく本当に働きがいのある会社だなって感じてます。女性だからって言って特別何っていうこともなく、本当にいい意味で対等に接してくれて、 でも女性ならでも不安もあると思うんですけど、その時は親身に相談に乗ってくださる上司もいるので、そうですね、本当に居心地のいい職場っていう感じです。入社した頃はまだ女性が土木の会社で働くっていうことはまだ人数も少なかったので難しいのかなっていう思いはあったんですけれども、たくさんチャンスをもらえる会社なので、そういったところを気兼ねなくいろんなことに取り組むことができましたし、今は人数も少しずつ増えてきていますので、そういったこの会社で女性の土木技術者が働くという選択肢がたくさん生まれてきているので、とてもこれから先も楽しみだと感じている会社です。ありがとうございます。環境を整え働き方改革にも寄与する飛島建設株式会社、その今後の展望は。2021年社長としてはどういったことに今年挑戦したいなと考えてらっしゃいますか。菅総理になってから地方創生っていうのが言われてますね。で、我々っていうのはその地方に行ってものを作るんですけれども、我々ものを作るだけの建設会社では面白くなくなってきたんで、魅力ある地方を作っていくためのコーディネートであるとか、アドバイスであるとか、ひょっとしたらものも作るんですけれども、そういうことをする会社にこれだけ変わりましたよっていうのをアピールしていきたいと思っております。より総合的な広い視野を持った事業ということですよね。はい、では最後に社長が思い描いている現在の夢がありましたら教えてください。まず一つはですね、飛島と一緒に仕事してよかったなというようなことで、また一緒に仕事しましょうよ、選ばれる会社になりたいっていうのが一つ、それと一緒に働いている我々職員であったり、その家族であったりがですね、ああ飛島によってよかったな、そういう気持ちであるとか、絶対忘れないようにしていくというのは私の役目だと思っております。それが夢です。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。